ケージュニブルーブロックブロックフレームワインレッド。もうなんていうか操作も特に、あ、これでパワーがアップとなる。ああ、はいはいはい、今5でマックスなる。あ、はい、はい、あ、じゃあお借りします、ありがとうございます、すいません。じゃあ次はドベッカフレームさんの E バイク乗らせてもらいます。結構フレームっぽい、でも、あ、今そうか、パワーが変えれるのと変速がありますね。あと特徴的なのが真ん中にあのカゴがついてますね。結構実用的かも。で椅子はすごいふか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 です。よし、よいしょ。タイヤがだいぶ太いで、ハンドルの幅がまあまあ狭いんで、ちょっと最初あのそうある程度ちょっと時間かかりそうだけど、スピード出したらいい感じですね。変速は7段までありますね。なんか普段使い慣れない変速だけど、これもシマノみたいです。アシストモードは、1から5まであるみたいですね。やっぱり速くなりますね。5まで行くとだいぶ速い。おぉ、なんかほんまにバイク乗ってるみたいです。だけど自転車。街乗り用ですね。なんかちょっとあのおしゃれとおしゃれな感じの自転車が好きな人にはいいかもね。走りも申し分ないです。タイヤも太いし椅子も柔らかいんで乗り心地も悪くないです。下り坂も安定して下れてます。上り坂はどんな感じでしょうね。一応今、アシストが5、一番強いやつにしてありますね。ああ、全然。全然力強くなっています。全然突破力も問題ないです。タイヤがめちゃめちゃ太い。おい、いい感じ。
よし、コールコール。ロッカフレームさんの。いいバイクでした。他の方のご迷惑になりますので、お休みください。車両の次の方に。ありがとうございました。すごい乗り心地良かったです。ありがとうございます、すごいですね。これで大体おいくらぐらいなの。これで30万弱ぐらいです。あ、そうなんですね、ありがとうございます。バイカタログあ終わっていただきやすい。いいですか、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これブース内の写真とか撮ってもいいですか。あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。ロッカフレーム、